皆さん、どうもこんにちは。エスパーと申します。本日は道の駅、竜田ふれあいの里に来ています。ここでは、地域の農産物の販売や、特産品を使用した商品の販売が行われています。まずは産直コーナーです。ここでは近所の農家さんが大事に育ててくれた野菜がたくさん準備されています。特に愛西市の特産品であるレンコンは特設コーナーが設けられています。次に竜田のパンというパン屋さんでは、レンコンやハスコが入ったオリジナルのパンを焼いてくれています。レストラン竜田では、特産品を使用した食事をすることができます。レンコンうどんやレンコンラーメンなど、美味しいメニューがいっぱいあります。今回私は、当店自慢となっていた、愛西弁当というものを、注文しました。おかずがレンコンを使用したものになっていて、非常に美味しかったです。ぜひ皆さんも食べに来てくださいね。その他にも、レンコンやハスコなどを使用した、ヘルシーなおやつや惣菜が、売っている、ハスコうぼうという店舗や、レンコンが入ったたこ焼きや、お好み焼きが楽しめる、ハニーの会という屋台など、今回紹介しきれなかった魅力的な施設が、たくさんあります。その他にも、季節に合わせた様々なイベントが行われます。また、交通案内や周辺施設の観光案内の情報も充実しています。周辺には、多度大社や木曽三川公園センター、アクアワールド水郷パークセンターなど、楽しい観光スポットも盛りだくさんです。ぜひ一度、こちらの道の駅に足を運んでみてはいかがでしょうか？竜田ふれあいの里や周辺のおすすめ観光地の詳しい内容はホームページで取り上げていますので、ぜひ概要欄から確認してみてください。道の駅、竜田ふれあいの里の紹介は以上になります。チャンネル登録、高評価の方、良ければお願いします。最後までご視聴、ありがとうございました。